ラウタータール、ラウタータールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシトラ戦軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。1972年に、多くの町村が合併して発足した町で、オーデンバルト内に位置する。ラウター渓谷、ラウタータールは、ノインキルヒャーヘイのラウター川水源から西に伸び、狭い急斜面が、 ベルクシトラーセまで続く渓谷である。ラウター川は、ベルクシトラーセと交差するベンスハイムからは、ビンケルバッハ川と名前を変える。ラウタータールの町にはこの渓谷の両側に位置する、多くの高台の集落が含まれる。ラウタータールは、北は、ゼーハイムイコール、ユーゲンハイムと、モーダウタール、共にダルムシュタットイコール、ディーブルク軍東は、リンデンフェルス。 南はフュルトとヘッペンハイム、西はベンスハイムと境を接する。自治体としてのラウタータールは1972年1月1日に自治体改造によって発足した。それまでは独立した自治体であったベーデン・キルヒエン、エルムスハウゼン、ガーデルンハイム、ラウテルン、ライデルバッハ、ライヒエンバッハ、シュタッフェル、ブルツェルバッハがそれぞれ自由意志で合併に同意したので、 ある。同じ年に、クノーデン、シャンネンバッハも合併した。1978年には、シュマルイコールベアバッハも合併している。この町に含まれる集落の一部はその起源を、ローマ時代や中世、その一つであるガーデルンハイムには、痕跡はないものの、かつて城があったと推測されているに遡る。ラウタータールの町議会は31議席からなる。 イールゲン・カルトバッサーが1995年からラウタータールの町長を務める。地質学公園ベルクシュトラーセイコールオーデンワルトはラインイコールマイン地区あるいはラインイコールネッカー地区の住民が多く訪れる日帰り観光の目的地となる近郊保養地である。多くのローカルな遊歩道がラウタータールでヨーロッパ広域遊歩道 E1 あるいは E8 と交差する。 ライヒエンバッハ地区の高台にある全国的に知られるフェルゼンベア岩の海は家族連れに人気である。丸い滑らかな花崗岩の塊が斜面を覆い、子供体も簡単によじ登ることができる。ローマ人はフェルゼンベアを建築資材の採石場としていた。ライヒエンバッハ地区にはドイツアルペン協会に認定されているロッククライミングの壁が2つある。 自然愛好の家の近くにある高さ17メートルのホーエンシュタインと高さ8メートルのボールシュタインがある。どちらの壁も登るための難易度は低く、多くの登攀ルートが設けられている。多くの地区には古い木組みの旧役場が残されており、そのほとんどが16世紀から17世紀に建造されたものである。エルムスハウゼン、ライヒエンバッハ、ガーデルンハイム、この建物は、 郷土博物館に利用されているの建物がそれである。さらに、ガーデルンハイムには、1608年にはすでに、作られていた鍛冶屋の作業場が残されている。これは、ラウタータールで最も古いもので、ヘッセン州でも、古いまま保存されている鍛冶屋として最も古いものの、一つである。しかし、保存状態は良くなく、長くは保存されない見込みである。ノインキルヒャーヘイに立つ。 カイザー島、皇帝の塔、皇帝ウィルヘルム一世によって建設されたため、この名がついたは、ラウタータールの町の最高地点である。この塔は、ガーデルンハイムの教会に建っている。この塔の前身は、1888年にアダム・フライシマンによって建設された、高さ24メートルの木製の塔であったが、1904年2月11日の嵐の夜に倒壊した。 現在の塔は、高さ34メートルの展望塔として、建築家ハッカーと八重出により計画されたもので、ガーベルンハイム出身の石積み職人、アダム・アラスが1906年から107年に建設した。発起人は、創立25周年となるオーデンバルトクラブのダルムシュタット支部で、1907年7月7日に、落成式典が行われ、正式に住民に引き渡された。 カイザー島は1982年に改修された。しかし、その数年後には再び島に亀裂が入ってしまった。郵便と警察が建てた巨大なアンテナが、その原因であった。雨水が侵入し、内部の腐敗が進行した。1986年11月には、ダルムシュタットイコールディーブルク軍、ベルクシュトラーセ軍、ダルムシュタット市の資金援助によって、すべての菓子が修理された。 カイザー島は、オーデンバルトで最も高い人工物である。この教会は、有限都市ティールの建築家として知られるハインリヒ、メッツェンドルフによって1912年から1913年に建造された、いわゆるハイマートシティールの大きな教会である。この教会は、集落の周辺で最も高い丘の上に建てられた。 張り出した多角形のアプスと塔を持つホール式教会で急勾配の屋根が乗っている。教会の外側は花崗岩と砂岩で作られている。ファサードと塔の上部は灰青色のニスを塗ったヘギ板が貼られている。内装、回収石、説教団付き祭壇は建設時そのままのものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。